しました。次に山尾しおり君、山尾君。国民民主党の山尾しおりです。まず台湾と ICAT について、お伺いします。WHO の台湾へのオブ参加についてはこれまでも議論がされていましたが、先ほど来の指摘もありましたけれども、 ICAT における台湾の参加プロセスを見ておくことは有用だと思うんですね。特に ICAT においては2003年に協力的非加盟国として台湾が参加することになったプロセスでは、当時 ICAT の常任議長は日本人の宮原さんでありましたし、かなり積極的な役割を果たしたんだろうというふうに思います。そこで役所でも結構です、伺いますが、この時のプロセスと日本の関与、そしてその時の中国の反応ですね、この台湾の参加に反対を公的に表明したのかどうかということについて伺います。外務省、四方経済局長。お答え申し上げます。台湾は2003年から協力的非加盟漁業主体という形で条約に参加ということでございますけれども、2003年以前も大西洋のマグロ類の保存のための国際条約の適用水域内でですね、相当量の漁獲を行っておりました。このような状況もございまして、2003年の大西洋マグロ保存委員会 ICAT の年次会合において、勧告により ICAT の資源管理措置を尊重すること等で与えられる協力的非締約国漁業主体の地位が創設されまして、台湾は2003年以降、協力的な地位を獲得した漁業主体として、ICAT の資源管理措置を尊重する形で ICAT に参加してきております。我が国といたしましては、条約区域における資源管理を促進する観点から、台湾の協力的な地位を獲得した漁業主体としての ICAT への参加を支持した経緯がございます。中国の反応につきましては、特段このプロセスの中で強い反応が示されたということは承知しておりません。山尾しおり君。はい、この時中国、強い反応を示したということはないということでした。じゃ今回ですね、さらにその台湾の立場を前進させるような形での規定が新設されるわけですけれども、この規定の新設においては、中国の反応はどうだったんでしょうか。外務省、四方経済局長。お答え申し上げます。台湾は従来より世界有数のはえ縄漁業勢力を有しておりまして、この上空域内で日本に次ぐ第8位の漁獲を行っております。ちなみに中国につきましては16位ということで、台湾よりも相当漁獲量としては少ないということでございます。そこでですね、中国の反応でございますけれども、この条約区域内の資源管理がさらに強化されるということについては、中国にとってもメリットがあるというふうに考えて、それでこの今回ですね、台湾を漁業主体として ICAT に参加するということについて反対はなされなかったというふうに考えております。山尾しおり君。つまり、なかなか国際組織への関与がままならない台湾ですけれども、今のお話を伺うと、それこそその関与がままならない原因の大きな一つである中国、こういった形で台湾に対するその管理強化の場面では、中国にとってメリットがあるので、反対なしと。一方、この WHO のように、むしろこう国際的知見を台湾に学ぶために参加をさせていこうとしていただこうというようなときには、中国は猛反対と。いうような状況が客観的に見られるんだと思います。その点ですね、やっぱりその、規制かけるときは賛成して、知見を学ぶ際には反対という態度はフェアではないというようなことを、しっかりと主張していただくということも、今回の WHO の台湾のオブ参加を働きかける際には有用だと思うんですけれども、その点、大臣、いかがですか。茂木外務大臣。言い方はそれぞれあると思いますけれど、基本的に主張されていることは正しいと思っておりまして、やはりそれは国際条理での発言というものに一貫性というものが各国要求されると思っております。
特に今世界はですね、もう新型コロナの感染拡大という危機に直面をしているわけでありますから、あらゆる経験であったりとか知見、台湾のものを含めてですね、台湾の措置は成功したとこのように言われているわけでありますから、そういったことをですね、活用していくということは人類全体にとって私は必要なことなんだと考えています。山尾志織君、うん、そこは本当に同感です。そこでですね、まあ、今回その WHO の事務局側が判断権は自分にないと主張して、コンセンサスでやるんだというふうに話をしています。一方現在の状況で、まあ、中国猛反対をしているという中でコンセンサス方式でなかなか招待することがままならず、まあ、ある意味こう膠着状態にあるという状態です。その点で、まあ、大臣に伺いますけれども、大臣、まあ、昨年の国会でもですね、この、まあ、台湾のオブザーバー参加問われまして、その時にこう発言されています。何をすればいいかというと、オブザーバー参加については WHO の事務局長が決められるんですよ、呼べばいいんですよというふうに、まあ、答弁をしています。改めて台湾オブザーバーとして招待するかどうかの決定権、日本政府としてどこにあると考えていますか。茂木外務大臣。WHO の憲章にはですね、厳密に申し上げますと、オブザーバー参加について必ずしも明確な規定はございませんが、事務局長は、WHO の技術的行政的責任者を、務めるとこのようにされておりまして、過去に、台湾やバチカン等にオブザーバー招待を事務局長が行った例はございます。山尾志織君。過去に、まあ、事務局長が、まあ、そういった招請を行っていると、まあ、いう、まあ、前例に基づいてというような答弁と伺ったんですけれども、この点ですね、やはりさらにですね、まあ、ここはある意味その中国側、あるいは WHO の事務局側の見解と、まあ、日本の見解、そしてまあ台湾もですね、この、まあ、判断権は事務局長にあるのだというふうに言っているわけですが、まあ、その、まあ、解釈が衝突しています。しっかりとこの点、まあ、根拠を強めていただく必要があると思うんですね。もうちょっと追って質問したいんですけれども、これ台湾がですねオブザーバー参加をしていたのは2009年から2016年、でこの時の事務局長はずっとマーガレット・チャン事務局長でした。中国の事務局長で2008年に親中派の馬英九政権が発足した翌年から招待が始まって、で蔡英文政権に変わった2016年を最後に招待がなくなった。これはつまり事務局長が決定差配できていたことの一つの調査だというふうにも思うんですね。でその点、まあ、今 WHO 事務局側や中国はそのコンセンサスだと言ってるんですけれども、じゃあこの台湾を招待していたとき2009年から2016年にかけて、このときはじゃあきちっと加盟国のコンセンサスを取る手続きっていうのはじゃあなされていたんでしょうか。役所でも結構です。外務省小野大臣官房地球規模課題審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり2009年から16年まで台湾は WHO 総会に招待をされていました。その間事務局長の判断で招待状が出されていたと承知しておりますが、それについて特別な手続きが取られていたというふうには承知してございません。山尾志織君、はい、今の答弁は大事だと思うんですね。招待されていたときには事務局長が招待をしており、コンセンサスを取るような特段の手続きはなかったということは、まあ、一つの大事なファクトだと思いますので、ぜひそういうことも含めてですね、この判断権の所在についてきちっと根拠を持って主張していただきたいというふうに思っております。この WHO の件はこれぐらいに時間の関係でさせていただいて、ちょっと、ミャンマーのことを先にしたいというふうに思います。一問だけ大臣にコメントをいただきたいというふうに思っています。皆さんのお手元に資料2なんですけれども、この、まあ、ミャンマーの、まあ、民主派ですね、が、まあ、出している国民統一政府およびこの国民統一政府 NUG が創設した国民防衛隊についての、まあ当事者側からのステートメントを皆さんのもとに配らせていただきました。その上で私が申し上げたいのは、ごめんなさい、うん、そうだ、5月11日先日なんですけれども、まあ、私、オンラインでですね、この、まあ国民統一政府 NUG の、
アウン・ミョウ・ミン人権担当大臣と、キン・ママ・ミョウ国防副大臣と1時間半意見交換をさせていただきました。そしてその時に、特にこの人権担当大臣からは、この国民統一政府は既存の民族や政党や性別を超えた形で、しかし新しい国家を作るのではなく、新しい国家体制を国際法の下で築いていきたいんだと、その真の政府となるためには国民のサポート、そして国際社会の理解を得るための外交力が必要だと、で歴史的関係を踏まえた希望に満ちたミーティングを嬉しく思いますというようなお話をいただきました。でこの国民統一政府等に対して、今国軍側はテロリストというふうに認定をしているわけですけれども、茂木大臣、この認定について日本政府としてどう評価しておられますか。茂木外務大臣。ミャンマー国内においては、私は山本先生もやっていただいているということですが、さまざまな対話というのは必要なんだと思います。外部との対話、また国内での対話も含めて、問題を解決しなければならない。問題の解決、暴力の停止であり、拘束者の解放であり、そして民主的な政治体制のですね、回復ということになってくるんだと思います。そしてそれやはりですね、ミャンマー国内においてそれは利害が違う人がいます。現実にそういった人たちが対話をする中で、ミャンマー国民が求めるような形の政治的体制を作っていく、そこの中から生まれるものだと思っておりまして、そういったプロセス、今ASEAN の諸国も働きかけを行っておりますが、日本としてもそういったミャンマーの ASEAN の働きかけ、これも後押ししながら日本独自の役割も果たしていきたいと思っております。今回法人のジャーナリストを解放させていただく、率直に言って苦労しました。おそらく日本じゃなかったらできなかったかもしれない部分もあるかもしれませんけど、さまざまな働きかけをですね、あらゆるルートを使ってやっていきたいと思います。山尾志織君。政府、そして与党の議員、そして私のような野党の議員、そして NGO などの市民社会、それぞれ役割分担ができると思いますので、でもぜひですね、このアジアで起きている出来事で、やはりこのアジアが、やっぱりその力で正義が抑え込まれていくような状況に今、向かっているという危機感を共有しながらですね、日本は実力のあるアジアの人権国家として、しっかりと道理をですね、やっぱりぶれずに追求できるような、そんな国家であってほしいというふうに思っています。そこでちょっと残りの時間、5分ですけれども、水際対策の話に移らせていただきたいと思います。まずオリパラのところを聞きたいんですけれども、ちょっと前回の答弁が不安定だったのでお伺いします。オリパラ関係者の入国にあたってですね、関係省庁の個別協議で入国を認めないというされた案件、私、事前に紙でそういう案件はないといただいてたんですけれども、前回は答え差し控えるということでした。もう一度聞きます。こういった例ありますか。内閣官房、伊吹内閣審議官。はい、お答え申し上げます。オリパラに関連して国内で開催される国際大会に出場する選手、それから東京大会本番に向けて例えば会場の準備をしたりとか、そういうことをするために来る関係者というのがございまして、この人たちを入国させるということは大会をやる上で必要不可欠だというふうに考えています。でこのため、この人たちに対しては出国前、入国時の検査に加えて、入国後も定期的に検査をする、それから受け入れ責任者をきちんと決めて、この人たちが管理をする中で行動管理をするということであります。こうした防疫措置を投じた上で、個別に入国を認めてございます。でお尋ねの点なんですが、選手とか大会関係者が入国するにあたっては、まずその必要性、本当にこのタイミングで来ないといけないのか、こういうことについて、まず受け入れ責任者、多くの場合は組織委員会になりますけれども、こちらの方で精査をした上で、内閣官房の方に相談が来るというプロセスになってございます。で、その上で、厳格な防疫措置を講じるということを前提として、各省協議で特段の事情による入国可否が検討されるということになりますけれども、現時点において入国を認めないということにされた案件はございません。
山尾詩織君。ないんですね。で、まあ、組織委員会の方で、まあ、まず厳格に審査していると言ってましても、やはり組織委員会はやっぱりそういうオリパラをやりたい、そして成功させたいという立場に立つわけですから、そこでの判断だけではままならないから、必要な判断が十分になされないから関係省庁の協議をするわけですよね。そこでやっぱりちゃんとスクリーニングをしていただかないと、やっぱり構造上おかしいんだと思います。今これだけ多くの特別枠でオリパラ関係者が入っている中で、そういった視点から見たときに、たったの一人もですね、いやちょっと待ってくださいよという例がないということ自体が私は極めて問題だというふうに思っています。その上で、まあ、前回 の、 議事録見ていただくと、右上の黄色い枠ですけれども、ちょっと人数聞きますね。オリパラ関係者、議事録の通り、11月は0、12月が3人、1月が2人、2月が80、3月が436、つまり11月から3月まで521人が入国して、前回の質疑だと待機緩和を認めたのはうち179名、つまりまあ約3分の1が待機すら緩和されて入国しているということでした。で聞きます、まあ、5月になりましたので、4月を入れると、4月は何名入国して、そのうち何名に待機緩和したんでしょうか。内閣官房、伊吹内閣審議官。はい、お答え申し上げます。オリパラに関連して入国した選手、それから大会関係者、これはまだちょっと当事務局で集計しただけの数字ですけれども、4月の新規入国者は991名、というふうになってございます。で、先ほど申し上げたように、この人たちは受け入れ責任者、大会組織委員会が、まあ、多くは同行する形で行動管理をしていくわけですけれども、はい、この人たちについて、991名のうち、そういう厳しい防疫措置を前提として待機緩和を行った人数というのは865名、ということになってございます。山尾詩織君。はい、委員長すいません、4月は991名、うち861名が待機緩和ということなので、まあ、およそおおよそ待機を緩和しているという状況です。そうすると11月から4月で1512名全員で、うち1046名は待機緩和なんですけど、全体数で見るよりなんかどん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 ですね、特別枠で入れる人数が大きくなっていて、しかも待機緩和をほとんどの人に認めるようになっているっていう、これだけ水際ちゃんとしようという状況の中でですね、ちょっとやっぱり問題があると思うんですけれども、いくらね、緩和しても管理してますと言ってますが、じゃあ緩和した人の中でですね、その後その特別枠で入って、陽性者が出たのか出なかったのか、その人数と教えてください。内閣官房、伊吹内閣審議官。はい、お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおり、4月に入国した人というのは991名なんですが、このうち陽性者1名出ております。で、その1名は、入ってきてからということではなくて、空港で入国のときに検疫の段階で見つかってございます。山尾詩織君。検疫段階で見つかった陽性者が1名ということですけれども、そうじゃなくてですね、この11月からこの4月にかけて、特別枠で入ってきた人の中で、その後陽性者が出たのか出なかったのか、そしてその人たちは待機緩和がされてたのかされなかったのか、そういう状況を把握されてるんですかと聞いてます。内閣官房、伊吹内閣審議官。ちょっと累計は把握をしてございませんが、4月の人について限って言いますと、991名のうち、テストイベント等で入ってきているアスリート、こういう人たちは、まあ、基本毎日検査をしています。それから普通の関係者はですね、3日目、8日目、14日目、というところで、まあ、検査をしているわけですが、そういう入ってきてからの検査の中で陽性が見つかった事例はございません。山尾詩織君。ですね、まあ、今の答えだと、まあ、4月の中では見つかってないという認識を示されたわけですけれども、これだけ特別枠緩めて、しかも待機を緩和しても大丈夫なんだということを積極的に言っていただくためにはですね、全体を通してきちっと常に把握をしていただく必要があると思うし、ちょっと緩めすぎだと思いますよ。時間も終わってるんですけど、大臣一言いただけたらどうぞ。
申し合わせの時間が経過しております。ご協力いただきます。茂木外務大臣。オリンピック・パラリンピック東京大会と、安心安全な大会にすること、と、これが大前提だと思っております。もちろんアスリートの皆さんがですね、これまでのトレーニングの成果、最大限発揮する、こういう機会にすることは必要でありますが、同時に感染対策等々には、国を挙げてといいますか、関係団体も含めて万全を期していかなければいけないと思っております。本当に国民に、ごめんなさい、国民にどんどん厳しい制約かけながらですね、水際を緩めてるっていうのはまずいと思いますので、ぜひ再考を促したいと思います。ありがとうございました。これにて各県に対する質疑は終局いたしました。これより各県に対する討論に入ります。討論の申し出がありますので、これを